人気者って言うんだよ。嘘なんだもん、だって。100%。で、M とかが連絡くれば分かんないけどさ、翔太郎いらっしゃい。あとあれだね、あれ、関西の人ダメ。関西の人。関西の人はダメだな。関西弁が苦手。あれ、どれ言うてないね。関西弁は苦手だな。高木さんなんか、俺連絡来たって、絶対にハニトラだと思うもんね。19歳の子が、ないな。さすがにね、どうだろうな、現実的に22歳の子が、とかが、どうだろうな、20代後半、ないな。ダウンタウンもダメ、そういうことじゃない。じゃ、高木さんぐらいの年齢の子が、ね、42歳の俺ぐらいのおっさんを相手にするってことはないもんね、普通に。だって絶対若い人の方がいいじゃん。20代後半とかの方が絶対いいじゃん。だったら。逆に積極的に来られると疑いを持つ。でも、どうだろうな。結構警戒心強いからな。初見で DM 来たら、ハニトラ疑う、間違いない。今、興味がねえからな、女とか。でもさ、なんだろう、こういう話ってさ、自分が彼女がいた時はこういう話絶対出てこなかったよね。出てこなかった。自分が彼女がいなくなったからこういう話が出てくるけど、絶対こういう時にハニトラが多くなるんだよ。だから最近すげえ多いもん。去年の末ぐらいからすげえ多いんだよ、こういう話、その DM が。マジで。ハニトラをかけようと思ってるね、アンチどもが多分多いと思ってるから、俺は。特に、興味ないけど、あ、女性に興味はないよけど、性欲あるでしょ、男なら、M。男としては終わってないから。でもそこで手出してしまったらおしまいだなと思ってるけどね。手出してしまったらおしまい。もう確実に。もうこの年齢で遊びだってわけにいかないよね。コメントにない DM って普段潜ってるとかアンチでしょ。わかんないよ。実際年齢があくまで年齢とか顔とか性格とか理想だけど理想の人と付き合ってるわけじゃないからな。白タイムズいらっしゃい。いや、あと28ナイス欲しいな。手を出す前にソープ。まあね。でもそれもなんかちょっと嫌なんだよな。あ、コーラルさんいらっしゃい。顔怖いけど笑顔が可愛い。今一番幸せなのかもしれないね、俺ね。ソープランド、お金がないよ、今。ナイスの方よろしくお願いします。あと27。200欲しいな、ナイスが。そうなんだ、みんなあれだな。でもまあ、ここにいる女性の人は、どうだ？ 7 月2日でコメント売ってるぐらいだから、彼氏はいねえな。いないだろう、彼氏は。まあ、そこらは大丈夫だな。彼氏いたらこんなところでコメント打っていねえもんな。残念ながら。プロと素人でしょ。100%素人。プロとは嫌だね。いや、いいよ、別に。そういう仕事をしてる人は別にいいけど。別に仕事は仕事だからね。そうか。まあ、何しても。
関西人が苦手ってやっぱり言葉がきつい。汚い。島子いらっしゃい。言葉が汚い。すごく関東の人からすると言葉が汚く聞こえる。なんか、そんなに汚くない、どぎつくない関西弁ならいいけど、関西弁ちょっと関東の人間にはきつく感じるよな。俺は苦手だな。でもまあ、とりあえずね、まあ少なからずもう女いいな。女いらん。ほんといらない。これはブレないな。女はいらん。セックスもいいね。だから、同時に。誘惑には負けないよ。関西弁、場所によってもきつくなるらしいね。声大きい。関西の人、声大きい関東の人と比べると、関東の人の方が小さいんじゃない？声。ノリツッコミとかきつい。疲れる。違う、可愛さがあるもん。女性の場合は、広島弁とか博多弁は。関西弁はどぎつい。女はいらんって言うと、ハニトラが増える。ああ、M とかじゃあ、ハニトラ書き教えな、俺に。ああ、NG ワードさんは、あれだ、関西人なんだ。女は諦めて M さんが狙ってそう。女は諦めて M さんが俺を狙ってるってこと？ないな。M が23だっけ？ないよ。ないね。だってインターネット上でこんな不特定多数のいる前で、私狙ってますよってアピールしても無駄でしょ、これは。無駄無駄。こんな不特定多数の前で。コメント上でしょ。前の彼女とかも結局、前の彼女とか前の前の彼女とかも全部裏でやっぱり繋がってるもんね。ないよ。だね、大体ね、でもリスナーと付き合うことばっかだったからね、今までね。前の彼女以外はみんなリスナーだからあれだけど。なんか興味がない。怖い怖い。本当に。もうね、精神的にね、年齢的にもきついんですよ。42歳の失恋は。そうか。いいね、みんな。配信者がモテると思ってるのかもしれないけど、モテるわけないんだよ。配信者、配信やめたらただの人だから。前の彼女超える人いないよ。いないいない。無理だよ。そのね、無理だって俺が思ってるのに、ね、新しく彼女をお迎えするのも、その彼女に、新しくね、迎える彼女に申し訳ないと思うもんな、絶対に。無理無理。もっといい人いるでしょ、いっぱい。だいたい俺がどういう人かわからないじゃん、みんな。リスナー側は放送上の優位がしかわからないじゃん。だから、あくまで放送上は、放送上の俺なので。いつか現れるかね。全然そんな気がしない。まあ、とりあえずね、まあ、自分の気持ちには素直に。そんなうち死んでくんだろうな、俺も42だから。あと2年が限界だから。オーブで結構、どうだろうね。こんなには喋りゃしないよ。どうなんだろう。変わんのかな。どうなんだろう。自分じゃわからない。本当に。あんまり変わってるつもりがないけど、でも甘えたりとかするんじゃない？放送上で甘えることはないけど、みんなの前で甘えたりとかすることはないけど、そういう部分は出るんじゃない？甘えたりとか。11月から12月は例に取り憑かれてた。そう。確実に。お祓い行くから。お祓いに。社会が動き出してから。まあ7日とか8日ぐらいから、病院行って、病院行くのとお祓いに行ってくるよ。
で、12月、あ、1月はもう忙しい。だから歯医者も行かなくちゃいけないし。彼女を守る？守ってんのかな、俺。NG ワードさ。基本的に自分が見たもの、聞いたものが真実だと思ってるから、病院違う違う。ね、ちょっとね、なんだっけ、記憶がなくなることがあるから、それちょっと見てもらう。とりあえず。性病検査は問題ないもん、俺だって。どうなんだろうな。まあ、あんまり悪く言ってください。レブいらっしゃい。あんま自分が付き合ってきた彼女のことも、付き合ってる彼女のことも悪く思いたくないし、言いたくないよね。まあ、たとえどんなことがあっても。愚痴レベルでは出るかもしれないけど、まあ、あんま言いたくないね。自分がその時いいと思った人だったりとか、まあ現在いいと思ってる人のことを悪くは言いたくないな。あ、そういえば俺立ちくらみしなくなったな、そういえば、最近。体の調子がいいのかな。ああ、そういうことね。守ってあげたい。大事にしたいと思う気持ち。まあ、それは強いよ。子供する女性がいた。いなくなっている。ずっといるって言われてるんだよ、ここに。これにいるって言われてる。除霊言ってくれ、除霊。まあ、どちらしろ、後役の最後の年だし、お払いは行ってこようと思って。少しお金あるしさ。だから病院も行って、お払いも行く。厄払い。今年はちょっとね、2020年は、さらに一層いい年にしたいんで。子供をおんぶしてる俺が、たまに血液検査してるんだ。ああ、そこまでやな。まあでもね、まあ楽しくやりたいですね。もうなあ、ちょっと独身生活をエンジョイするように、エンジョイできるような独身生活を送りますよ。今もまたやばい。もうそのうち家政婦が必要になってくるかな。銀行強盗いらっしゃい。その左手を上げろ。左手だけ開けてもしょうがない。いや、でもそれにしても、うち女性リスナー多くなったな。みんな相変わらず、年はじゃない。年齢が言ってる人が多いけど。男性のコメント率より、女性のコメント率の方が高いもんね。恐ろしいよ。まあ、自称女性だけどね、自称。本当に女性かはわからないけど。配信者とかだったらね、女性とか男性とかわかるけど。なんかさっきより喉でも良くなったら、パブロンが効いてるかな、パブロン。なんか民剤飲んでからおかしくなってもあるからな。積極的な人がいいよね。ふわっち出走多いだろう。じゃあ、やっぱ積極的な人がいい。要は俺配信者だからさ、じゃあ配信者だから自分から積極的にはいけないわけよ。女性リスナーにも配信者にも怖いもんね、そんなの。やっぱ積極的な方がいいよね。ただ怖さもあるけど。
人材でも民材なんて俺そんないっぱい飲んでないんだよ。いっぱいっていうか頻繁に飲んでるわけじゃないからね。まあでもショックなこともあったんでね、年末から年始にかけてショックなこともあったりとか、いろんな出来事があったから、2020年はね、明るい年にしたいですよ。だから笑顔。これが一番の笑顔が。いや、皆さんナイスをお願いします。327まで繋いってるから、ナイスがあと25欲しい。これ1日分なので、1日分のナイスが欲しいので、